愛在アリンクリンチャンネル。さあ今日はちょっとクリスが報告があるということで、はい、急遽動画を回してますけど、どうしましたか？この度クリス X やめました。もうね、正々堂々とやめました。これなんでですか？もう理由をお願いします。結論から言うと、フォローとかしてないのに、要はいらない情報が流れてきすぎ、嫌なニュース、喧嘩の動画とか、私人逮捕系とか、ちょっとまあちょっと胸クソが悪くなるような動画が、あまりにも流れてきすぎて、なんか犬を叩くとか虐待系とかさ、良くないな。ちょっとまあ現実かもしれないけども、別に今それを、見たいかと言われたら全然違うし、何が言ったんだろう。とりあえず朝起きてもう見ないようにすればいいやしとか思うかもしれないけども、見ちゃうんですよね。やっぱり見なければいいんじゃない。見なければよくて、告知するときだけ別にすればいいやしとかになるけど、やっぱ見ちゃうわけよ。ちょっと暇な時とか、なんかその病院の待ち時間とか、なんかの待ち時間で結局見ちゃったり、はい、してしまうから、もうなんか別に、しかもそんな X でいろいろ投稿してるわけじゃないし、もういいかなと思って。だからでこれを、あれって言うらしいですよ、デジタルデトックス。まあね、いろんな人やってますよね、ただまあ SNS 全部やめるわけにはもちろんいかないんで、アリンクリンの、活動だったりとかは、インスタとか、TikTok は一応まあ自分の載せたやつ載せてるし、X はもういいかなと思って。なるほどね。どうですか、この X やめたよって言って周りの反応はどうですか？もう本当にさっき小1時間前にやめてきたんで、そうらしいですね。なんかあんまり知らない人は知らないかも。なんかさ、最後の X は何見たんですか？最後タバコやめるときって、最後の一服して気持ちを込めて今までありがとうなで終わるっていうのがよくあるんですけど、タバコやめるときって、最後 X やめるときってなんかパッて見たんですか？あ、最後はなんか、東海オンエアの綾南芝生芝生報道みたいな、もういい、もういい、もうね、もういいわって感じ。わかる、でもこの気持ち。なんか見飽きればいいしとかなるけど、ちょっと目にはするさ、結局は。それだとやめちゃおうっていうことですよね。だから別にいいかなと思って、でライブの告知とかしても別にそんな、もう YouTube とか、もうインスタだけでいいかなと思って、へー、結構思い切って。しかも沖縄で、さっき聞いたら、一応2万3000人フォロワーいたんですよ。はいはいはい。俺、意外とすごいよ。で沖縄で、沖縄で活動する芸人に比べては、まあまあ多い方らしいんですよ。多いと思うよ、2万人って。でもこんなクリスが思いっきりやめた、別にその後のクリスに注目してほしいです。わあ、どうなっちゃうの？だから朝起きて、なんとかな、こんなもう携帯見るのはまあみんな普通だと思うんですけど、朝起きてツイッター見て、また路上で髪の引っ張り合いの喧嘩とか、海外の中国のいじめの動画とか、まあまあまあ、もうこんな年だからこそ別にもうそういう現実あんのはわかるし、良くないこととかももちろんわかるから、もうしょっちゅうそれ見てマイナスな朝を迎えるのが嫌で、だからもういいかなって感じ。すっきりしたかったね。楽になりました、ちょっとは。楽な、でもちょっと本当に体重減ったかも。いや、そこまで影響しないでしょ。X で。でも軽くなった。なんか、やっと解放された。よかったんじゃないじゃん。なんか解放されるぜ。本当に。あ、そうなんだ。もういいね。たまにその、アリンクリンチャンネル更新っつって、まあやります。そこまでこの告知しても反応がないというか、まあそれもある、別にいらんかなと思って。求めてる人は多分 YouTube なりインスタなりに来るから。で、X の直してほしいところが、このフォローしてないのに流れてくるっていうのがね、あんま良くないよね。インスタは結構あれさ、フォローしてる人の、まあ、友達とかが多いし、そういうって感じ。なるほどね。はい、まあ、とりあえず、はい、そんな感じです。わかりました。アリンクリンクリス X やめました。
リュウタはどう思う？もったいないかな、まあ、もったいない？多分また X 始めるよ。いや本当に始めないと思うよ。 X 始めるよクリスは。フリーになるかやめれや。やらんといけないし、そしたら。はい、じゃあニュークリス、これからも楽しみにしてください。リュウタなんかやめないの？何もやめよ。なんでよ。なんかやめないの？何もやめよ。やタバコ吸ってないんだよね。いやそっち。SNS とかじゃないんだ。はい、じゃあ最後いいですか。 X ありがとうって。今まで一応なんかね、いろいろ、あ、まあそうだな、あの活躍もさせてもらったりとかして、まあ、X っていうかもう Twitter だな、うん、ね、Twitter で本当に、お世話になりました、うん、多分 YouTube 始める原動力も最初は多分クリスですっていう Twitter でバズった動画が、うんうん、起点だし、うん、うん、本当に感謝してます。あのクリスですっていう、この決めポーズ、うん、決め台詞作ってくれたのも、まあ、ツイッターなんで、あの本当お世話になりました。クソお世話になりました。なんだこりゃ。ありがとう。もう心残りはないですか？うん、はい。だから X やめたから、うん、新聞撮る。新聞、いや現に読んでます。読んでます。テレビと新聞だけで僕はいいです。よっしゃ、情報は。よっしゃ、うん、よし、お願いします。オッケー、頑張ろう。おめでとう。なんかちょっとすっきりしてるな。なんかいい顔になってきてる。よし、でまたチャンネル登録よろしくお願いします。 X やめた歌っていい。なんか X から電話に。 X から終わった、あの終わった、会社辞めたば。 X から出ますか。はい、もしもし。はい、もしもし。取った瞬間切られたんだけど。ドクター X からで。ドクターいらんかってん今。 X だなでよかってん。なんでドクターなの。わかる今のも。なんでかわかる。 X やってるからで。俺デトックスしたからそういうのわかるわけよ。今な謎の人物 X でよかってんし、なんでお医者さんにしたの。かわいいし。かわいいし。かわいいな。皆さんお願いします。 X でした。 X やめたって。こいつ X でした。この人 X やめた人。はい、イエーイ。ありがとうございます。本当一人っ子なのでね、皆さん応援よろしくお願いします。こういう時もありますので、あのね、波浮き沈み。いや病んでないから別に。ありがとうございます。